はい、おはようございます。今日も夜勤明けに、うるい川の河原土手に寄り道をしています。菜の花がね、綺麗に咲いてます。菜の花、これは野生の菜の花です。まあこのね、葉っぱ先日も食べましたけど、生だったんで苦かったというか辛い味がしました。でもちょっとね、茹でて食べたいので少しだけ持って帰りたいと思います、ね、少しだけ。それではいただきます。これ美味しそう、本当に本当美味しそう。これは美味しそうな、この葉っぱもね、いただいていきます。野生の菜の花、葉っぱはね、若い葉っぱの方がいいみたいですね。これはどうか、この辺はいいかもしれない、うん、なかなか美味しそう。はい、結構たくさん取りました。これら家に持って帰って茹でて食べてみたいと思います。はい、まあ軽く茹でただけですけど、多分火は通ってますんで、ちょっと食べてみたいと思います。茎の部分いただきます。あ、匂いがすごいいい匂いだ。なるほど。苦味はあります。苦味はありますけど、でも美味しいわ、うん。苦いけど美味しい。苦味はありますけど美味しいです。生で食べたとき辛かったんですけど、その辛みはもうありません。ただしちょっと苦い。でもこの苦みは、ね、体に良さそうな苦み。僕はこれは好きです、この苦みが。苦うま。苦いけど美味しい。苦うま。苦うま。なんで、ね、普通の方々にはおすすめはしません。これ結構苦い。苦いけど、苦いのが好きな方はいいかもしれない。苦いですね、本当に。苦うりほど苦くはないんですけど、普通の油菜に比べると2倍ぐらい苦みがあると思います。僕は苦いのが好きなんで全然大丈夫です。うん、苦うま。